どっちへ倒れるかね、枝切った時にこれは下へ落ちるとか、最初は興味本位で参加させていただいて、まあ、タンチョウが見れればいいやというふうに考えていたんですけれども、実際こちらでタンチョウの保護の活動に携わらせていただいて、タンチョウに対して愛着だけではなくて保護をしていかなきゃなと思いまして、また参加させていただいております。2人も入ってくる。